コンタレックスアイプラナー50メートル MF2 銀共同コンタレックスは戦後の混乱から脱出した西ドイツの耐水コンがフラッグシップ的位置づけで開発した一眼レフカメラシリーズである非常に高価で最終期コンタレックススーパーエレクトリックは標準レンズ付けのセットでハッセルブラッド標準レンズ付けセットの価格に匹敵した非常に高価な価格と一種異様なスタイリング 大きさと重さなどから販売台数は伸びずすべての機種を合わせても約5万5千台である135フィルムを使用し 2436mm 版インターチェンジャブルマガジンバッグを使用すると撮影途中でのフィルム交換が可能となるコンタレックススペシャル以降交換可能となった純正品は全面マットフレネルレンズスプリットイメージ フレネルゾナーー 250mm 用スプリットイメージの3種類があるが問題を指摘する意見が多く撮影に使用するなら交換することが推奨されている国産一眼レフの多くが採用したマット式ではなく空中造式であるシャッターレリーズ後に絞りが絞られたままで巻き上げによって開放に復元する半自動絞りであり ピントグラス式を採用すると絞り込んで撮影したバーアイファインダーが非常に暗くなるため空中像式を採用したと思われるがこのため中央のフォーカシングスポットでなければピント合わせができない標準仕様ではフォーカシングスポットはスプリットイメージ式 S 型 SE 型の時代には標準仕様がスプリットイメージの周囲をマイクロプリズムが一周しているタイプとなり オプションスクリーンも増えていた。レンズマウントは専用のコンタレックスマウント。1958年のフォトキナ発表時すでにビオゴン 21mMF4.5、ディスタゴン 35mMF4、プラナー 50mM m 階に、ゾナー 85mM 階に、ゾナー 135mMMF4、ゾナー 250mMF4 と6本のレンズが準備されていた。 絞りはボディ側にあるダイヤルで操作するようになっており、原則としてレンズに絞りリングはない。寒冷地での使用を考慮し絞り駆動ダイヤルには69個、レンズ側絞りリングには72個のボールベアリングを組み込んで極めて軽く作動する。レンズマウントは鋭利で手が切れそうに見えるが、実際には角が入念に処理されている。交換レンズはシュナイダークロイツナッハから提供された PA。 クルタゴン35メートル MF4 を除いてすべてカールツァイス製である。アタッチメントはバイオネット B56 とファイ 49mm、ねじ込みの併設が原則。前期の製品は銀強銅で最短撮影距離が非常に短い設計になっている。後期の製品は黒強銅になり一部ブリッツと呼ばれるフラッシュマチックを組み込んだが、このためか、 最短撮影距離は普通になってしまった。ありがとうございます。